はい、皆さんこんにちは、ワナリングルフジです。では今回はハーツオブアイアン4太陽国プレイ続きをやっていきたいと思います。ここまで連合国の列強と中国大陸の進出競争を繰り広げていたところなんですが、ちょっとねやっぱり国力の差、軍事力の差はいかんともしがたいということで、少し戦略を変えました。どう変えたかというと、今まで北進する軍と重慶を狙う軍で分けていたんですが、全軍重慶に向けることにしています。もうすでにその、指示は出してある状態になっています。でかつですね、重慶を落とした後、中華帝国おそらくね遷都してくるんじゃないかなと思うので、一部の軍は内陸に戻してイギリス領インド経由で中華帝国に侵入できるように軍を今移動中です。一部の軍はそういう形にしています。ちょっと待ってくださいね。ここで徴兵に関して入ってますね。陸軍省による新たな報告書において動員可能な人的資源の著しい減少が示されたと。直近の入隊者の一団は当初想定されているよりもはるかに少ない、でも今人的リソース画面の上部に出てますけど、そこまで不足してる感はないけどな。この原因の調査に関して第一の手がかりとして様々な方法で徴兵を回避する人々が出てきている、18歳の学生が突然熟練労働者として重要な戦争産業へ雇用されたり、元アスリートが体力試験で失格となったり、場合によっては単純に新兵が形跡もなく消えたりするなどがあります。これらの人々が捕まり尋問された際には軍隊の劣悪な状況や冷淡な召喚、勝ち目のない戦いによって死ぬことは望んでいないことを理由に挙げた。軍の指導者は徴兵回避をする人々の厳しい弾圧を要求しているが、政府内の多数は入隊者兵士の生活状況を改善する方が良い案じゃないのというふうに言ってると。そしたら、何もしないか、厳しく弾圧するか、昇級するか、昇級しよう。でシャムの春、ちょっと待ってね、民主主義制定の国民投票の施行は拒否。そうだよね。まあ言っても大王国、ラッタナ行進王国ですからね。代議制の政治的制度を設けるという共通の目的により団結した反政府グループの広範な連立政権は武器を取り、人民党が転覆するまで戦うと声明した。これ内戦勃発じゃないですか。どうする？民主主義による反乱が勃発、しょうがない、暴力的な支配を解き放てを選択するしかないね。対共和国からの伝聞、宣戦布告してきたか、早速。そしたら軍を急いで戻さないといけないね。師団数も半分にされてるな。くそー、やってくれるな。そしたらまずは軍を急いで返しましょう。この中国との戦いに明け暮れてる場合では一気になくなりましたね、すべての軍を。戻してあげないといけなくなったな。で司令官も任命していかなきゃいけないね。まあ幸い新司令官を雇うゆとりはあるんで、で各軍を早急に、本当に早急にマレー半島に送り込まないと列強に付け入る隙を与えてしまうだけなので、そうならないように国の猶予もない。まさか内戦が起きるとは思わなかったな、ここに来てね。ラッタの行進王国にしたあたりからかなり雲行きは正直怪しいなとは思ってたんですけど、まさかここまでとはな。とはいえ重慶は狙いたいからな。どうする？イギリスからの派遣軍だけは引き続き重慶を狙いましょう。これ戦後のことを考えても重慶ぐらい取っとかないと列強入りの夢は絶たれるので、これでいこう。純粋な大軍は
内戦に、内戦終結かな?にせざるを得ないんでね。で、イギリスに関しては、イギリスから借り受けてるって言った方がいいのかな。に関しては、しっかりと、重慶を狙いましょう。まさかな、タイで内戦が起きるとはな、ちょっと残念ですけど、しょうがないですね。これで陣営がどう変わったかちょっと確認しておきますか。我々ラッタの行進王国は、引き続き連合国に入っていて、タイ共和国が、これ見ると、陣営未加入ですけど、おそらく枢軸に入りますね、きっと。まあ、ここで列強の、付け入る隙を与えないためにも、この激激に硬いマレア半島を下っていきましょう。タイがやっぱり枢軸国に加盟したね。まあ我々が連合国に残っている以上、シャムがタイ共和国が連合を組むには枢軸国側の連合に入るしかないですからね。工場の数も減っちゃったしな。せっかくね、60何まで行ってた数がだいぶ減っちゃいましたけど。まあしょうがないですね。ここは連合国列強の力も借りてなんとかこの内戦を終結に持ち込んでいかないと。ちょっと待ってね、これものすごくおかしなことが起きていて、タイ共和国がもしかしてこれイギリス領マラヤを食うんじゃないかっていう疑惑が出てきてるな。今これシンガポール方面に進軍してますよね、どう見てもタイ共和国軍が。いや、まさかの内戦勃発だな、本当に。まあ、続々と連合国軍が中国戦線からこのタイの内戦の方に軍を移動させてきてるので、まあそのうちに決着はつくかなとは思うんですが、それにしたってだな。
このマレー半島をなんとかね、内戦から解放しないといけないんで。まあ、これでまた連合国主要列強の力が増すっていうのがね、ちょっと残念ですね。ここまでなんとかね、追いすがってきてただけに。再びイギリス軍フランス軍の力を借りつつマレー半島を南下していくっていう戦いになりそうです。で、中国方面なんですが、ここはイギリスから借りている師団が、引き続き重慶を狙う動きをしているので、これはそのまま継続ですね。継続していきます。ただ主要な対純粋な軍は今見てもらった通り一転してマレー半島の内戦鎮圧に向かってますからね。いやー、でもちょっとマレー半島の支配権を失うことになってしまいそうなのが残念だな。まあそういう意味でもなおのこと重慶は絶対に取りたいですね。マレー半島を失った分重慶で補填をしたいな。特に重慶は鉄が21取れますからね。戦勝ポイントを稼ぐチャンスにもなるのかな。 6% でね。で、対共和国が加入をしていて、これでも対共和国の首都ハトヤイを落とせば一国を降伏に追い込んだ戦勝ポイントがドカドカッと入ってきてもおかしくないですけどね。中ヨーロッパで高まっている脅威に気づいているのはイギリスだけではないということで、どうしようかな。これどっちを支持するかということだな。ヨーロッパの秩序は維持されねばならない。イギリスは彼らの戦略を構築しているところです。いや、先送りにしよう。これに関しては今はそれどころではないっていうことに関しては理解してくれるでしょう。さすがに内戦が起きてますからね今。しかもバンコクの喉元で。さあ、大部分の軍団の移動はほぼほぼ終わってマレー半島の方に集結が進みつつありますね。で、重慶の方も、まあ、じわりじわりではありますが進撃はしていて、かつ我々の軍ではないイギリス軍が頑張ってくれているんですけど、まあ、ここは我々の土地領土から進んでいってくれているので、まあ、ラッキーはラッキーですね。
分裂直後は本当に軍が半分こにされちゃうんですね、内戦が起きると。例えばマルコメ君が率いてる自動車化大隊22師団いたのが11師団になってますからね。まあ、ただ国土に関して言うと対共和国はマレー半島細いところを持ってるだけなんで、長期戦になれば当然国力差が出てくるかなとは思うんでね、国力差イコール戦力差兵力差にはなってくるんで、ここは耐えて耐えて一刻も早く内戦を終結させたことに専念しましょう。俺も下手したらイギリス領インドとイギリス領マラヤがくっつく可能性がありますね、このままイギリスがさらに力を強めてくると。お、抽選者の位置が、そんな話をしていたらちょうど研究が終わりそうだな。じゃあ抽選者の2へと進んでいきましょう。いやさすがにこの細いところに両陣営がくっついてるんで、ちょっと待ってね。フランスは我が国を支援するため30個師団の遠征軍の指揮権を譲渡。ありがたい。どこにいるんだその30師団は。その30師団の指揮権をいただこうではないか。この辺にいるのがまさにその師団だな。ね。いやこれはありがたいな。これらの師団をちょっと新たな軍として組織した上で、ちょっとね今ネーミングはつけられないのでこのまま先に進んじゃいますが、中華帝国へと攻め込みましょう。内戦の方もまあ言っても型はつけられるかなーって感じはするね、これを見ていると。さあこっからだよな。フランスから譲渡された軍、お、この辺にいるのか。いや変なところにいるな本当に。でもまあ彼らをでもガリガリ編入して、なんといっても30師団、え、こんなところ、こんなところ、いやいやいや、これ完全パリじゃん。もうパリにいる師団をこのバンコクから指揮をせいっていうこと、
ちょっと無茶苦茶だけどもまとめづらいんで、とりあえず、フランスから譲渡された軍は一旦まとめちゃいましょう。まあ、それぞれいる場所が違うので変な行動をしたり身動きが取れなくなる手段も出てくるとは思うんですが、まあ、それにしたってバラバラにしているよりかはまとめた方が指示がしやすいので、そうします。で、彼らをどう動かすかですよね。そうなると、まあ重慶を狙いつつ、中華帝国に入ってもらう。さあ順調に順調に順調に内戦の方は収束に向けて軍を進めてますね。ハート槍を何とかして落として、ちょっとまた再びね、対戦の方に戻したいですからね、軍の主軸を。まあ、重慶はある種ちょっと目処がついてきたのかなっていう感じがするんで、重慶の後、中華帝国がどこに遷都してくるかだな。ここ、チベットの横に来るのか、それとも蒙古の隣に来るのか、それによってだいぶ変わってきますね。いや、デンマークとかが何、朝鮮半島を取ってるんだ。歴史は変わったな。まあ、でもそれにしたって、でも対共和国軍の方も頑張ってますよね。マレー半島南シンガポール方面へちょっと勢力拡大してますもんね。まあその分というわけではないんですが、南攻めている分北が手薄になっているせいか、北から連合軍の大軍団が迫ってきてますけど、ハート槍に。戦勝ポイントをせっかくなんでこの内戦を生かして上げていきたいけど、 5% に下がってるね。貢献度が 5% に下がってるか。徴兵の危機の話が出てるね。まあここは昇級して魅力的だよっていうアピールをしていくしかないですね。金額面では少なくても。そしたら国家方針を今抵抗運動抑制にしてましたけど、あまり意味がないので、これ爆撃機重視に変えていくための施策として空軍への注力に変えていきましょう。さあ盛り返してきたぞ。このまま行こう。なんとかハート槍をね
落としてタイ共和国を。内戦を終わらせましょう。はい、ではね、ちょっと内戦の途中ではあるんですが、一旦ここで、終わりにしてですね、次回いよいよ本当にね、突然起こってしまったこの内戦を終結させに行きたいなというふうに思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援引き続きよろしくお願いしたいなというふうに思っています。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。